はい、世界で一番多くの足の匂いを嗅いだギネス記録は5600足ということですよ。元バイク屋のフォアグラさんです。こんにちは。ちなみにフォアグラさんの足は常温保存4日目の味噌おでんと同じ香りということで有名です。そしてバイクの足といえばサスペンション、特にリアサスにフォーカスを当てたお話です。結構バイクの見た目の印象も大きく変えてくるリアサス、1本のものと2本のものがありますよね。あなたのバイクはどっちのサスがついていますか？この動画をご覧いただくと、このリアサス、1本のものと2本のもの、どちらが高性能なのか、またそれがなぜ高性能と言えるのか、そして高性能ではないとされた方には何のメリットもないのかということをお伝えしていこうと思います。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、それではまず1本のものモノショックと2本のものツインショックの違いについて解説をします。4輪の車の場合、喧嘩方式に違いこそあれど、1つの車輪に対して1本のサスペンションがついていますよね。でもバイクの場合、後輪は1つですが、サスは1本だったり2本だったりします。どのような違いがあるんでしょうか？これ車種によってどちらがついているかを考えてみると、その特性が見えてくるかもしれませんね。まずモノショックのバイクにはどのような車種があるかを考えてみましょう。まず浮かんでくるのはスーパースポーツ、そしてオフロードバイクなんかもそうですよね。そう考えると、一見高いスポーツ性や運動性能を求めるもの、走りを楽しむものが多いように思いますね。ところがよくよく思い返してみると、アメリカンの多くもこのモノショックです。ご存知のように、アメリカンはスポーツ性能、走りの良さを求めるというよりは見た目を重視したバイクですよね。モノショックが採用されているバイクには一貫性がないように感じますね。ではツインショックの車種を思い出してみましょう。やはりまず思いつくのはゼファーや CB といったネイキッドタイプでしょうか。そして SR やエストリアといったクラシックタイプのバイクにも多く使われていますよね。そう、割とオーソドックスなスタイルのバイクに多く採用されているのがツインショックのように思いますね。そう、実はそこなんです。このツインショック、実は性能的なメリットっていうのはあまりなくて、性能で言うと基本的にはモノショックの方が上といって差し支えありません。じゃあモノショックの一体何が有利なのかというと、まずそもそもサスが1本ということで重量的に軽いという点で有利です。さらにスイングアームの付け根の部分についていて、ライダーの体により近く、車体の中心に近い位置に存在します。ツインショックよりも車体の中心に近い位置に配置されていますよね。そのためマスの集中化という面でツインショックよりも有利なんです。マスの集中化という考え方は、重量物をライダーの体の近くに設置することで、テコの原理が働き、ライダーがより少ない力の入力でバイクを倒すことができるようになるっていうものなんですね。例えば同じ200キロの車体同士だったとしても、ライダーの体から遠いところにあるホイールなどが軽量化され、エンジンのように特に重いパーツがより体の近くにある車体の方が少ない力で車体を操作できるっていうわけですね。ですので、それなりに重さのあるサスペンションはライダーの体の近いところにある方が有利なんですね。またモノショックはリンクユニットを介することで、実質的なストローク量を増やすことができるんです。まあ、詳しい話は長くて難しくなってしまうんで、ここでは割愛しますけれども、一言で言うと、短いストローク量のサスでも長いストローク量を持つサスと似た動きをさせることができると思ってください。さらにもう一つメリットを付け加えるとすると、モノショックは左右独立して存在しているわけではないので、その性能の差がないということも挙げられますね。やはりツインショックの場合、左右独立して存在していますから、工業製品なので、ほんのわずかな性能の差っていうのはどうしても出てきてしまうはずなんですね。また長期間乗っている間で片側が早くへたってしまったり、片側だけ少しオイルが漏れてきてしまったりなんていうこともやっぱり性能に差が出てきてしまうってこともありえますね。モノショックであればそういった心配をそもそもする必要がないわけです。ではそんな高性能なサスがなぜアメリカンに使われているのかというと、アメリカンは一見サスがついていないように見えるリジット風というスタイルが人気だからなんですね。まあ、ですので外から丸見えのツインショックよりも、フェンダーなどでそのサスの存在自体を隠すことができるモノショックが多く使われているというだけのことで、必ずしも性能的に優れているからモノショックを採用しているというわけではないんですね。一部の車種なんかではもちろんツインショックを採用している車種もあります。で、性能ではなく外観を優先してモノショックを採用しているっていうのは、ある意味見た目にこだわっているアメリカンらしい考え方とも言えますよね。ではツインショックが装着されている車種について今度は考えてみましょう。
性能が優れていると言えるモノショックに対して、ツインショックは昔ながらのスタイリングを意識したバイクに多く採用され、特徴はそのオートバイらしいスタイルです。このツインショックこそが外観優先の設計とも言えるんですね。実はツインショックにもメリットがあるんで、その点については後ほど解説をしていきます。川崎にはかつてゼファーという昔ながらのオートバイの美しさを前面に押し出した車種がありました。もちろんそのゼファーは普遍的なオートバイのスタイルでツインショックを装着していました。しかしそのゼファーの後継モデルともいえる現在の Z900RS というバイク、これはモノショックになっています。まあ、自分の本音を言ってしまうと、この Z900RS はツインショックで出して欲しかったなと思ってしまいますね。まあ、絶対的な高性能を追い求めたというよりは、やはりゼファーのようにちょっと旧車的な美しさを押し出したモデルだと思うんで、まあ、ツインショックだったらより旧車的な雰囲気を出せたんじゃないかなというふうには思います。ただこのバイクは設計面、コスト面でおそらくモノショックの方が適したということと、エンジンが水冷化され、心臓部から完全新設計で高性能化したこと、灯火類に LED が用いられていることから、徹底的に旧車に寄せたレプリカではなく、旧車っぽい雰囲気を持ったそこそこ高性能なバイクといった印象を受けます。まあ、このような点からも Z900RS は旧車風のスタイリングではありながら、モノショックとして発売に至ったんじゃないかなというふうに思いますね。で、近年特にこのモノショック化っていうのは進んでいて、ここ10年ほどの新発売になったネイキッドっていうのはほぼモノショックではないでしょうか。まあ、特に 400cc 以下のネイキッドの場合、 Z や MT のようにフルカールモデルをベースにネイキッド化しているというものが多いので、まあ、それも当然と言えますよね。で、ツインショックである CB400 スーパーフォアなんかは、初代モデルは92年とモデルチェンジを繰り返しつつも約30年もの間ツインショックを継続しています。まあ、実はツインショックからモノショックという流れに逆らい、モノショックからツインショックへと変わったモデルもあるんですよね。川崎のバリオスという 250cc 4気筒ネイキッドで、初代モデルはモノショックだったんですけれども、2代目のバリオス2というバイクはツインショック化されました。フルモデルチェンジでありながら、もう基本設計というのはほぼそのままで、最も大きく変わったっていうのはもうこのサスが2本になったということぐらいでした。もともとこのバリオスというのは ZXR250 というスーパースポーツをマイルドにしたネイキッド版ともいえる位置づけで、まあ、カリカリのスポーツではなかったんですね。で、もちろん 250cc とはいえ4気筒であり、そこそこの運動性能はあったんですけれども、まあ、ガチガチの足回りで固めた ZXR よりはかなりストリート寄りのセッティングでした。まあ、そこまで運動性能を高く求めるバイクでもなかったので、まあ、オートバイとしての美しさとか、まあ、オーソドックスなスタイルを優先したモデルチェンジだったと言えるのかもしれませんね。まあ、ただこのツインショックについてメリットがないのかと言われると、決してそうではないんです。で、モノショックと比べて優れている点もあるので、その点についてもお伝えしていきましょう。はい、それではツインショックがモノショックと比べて勝っている点を説明していきましょう。それはアクセスが簡単ということですね。洗車やメンテナンス、カスタムが楽っていう点です。モノショックの場合も交換するって言ったら大仕事になりますし、洗車であってもなかなか手が届きづらいところなんで、かなり苦労しますよね。錆落としなんかはもうほんと大変です。その点ツインショックは車体の外側に装着されているんで、メンテナンスやカスタムが簡単なんですよね。サビサビでオイルが滲んでいるモノショックなんかより、きちんとメンテナンスが行き届いたツインショックの方がよほどいいというのは言うまでもありません。また2本のサスで路面の凹凸を吸収するので、1本のものよりも乗り心地という観点からは安定してきます。サスペンションの役割は単純に速く走るとかコーナリングの性能を上げるということだけではありませんからね。むしろ一般道ではこの安定した乗り心地という方が重要と言えるかもしれませんよね。というわけで、1本のサスと2本のサスの特性の違いについてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは他にもバイクライフのお役に立てる情報を詰め込んだ動画をたくさん配信し続けています。ぜひ他の動画のご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。